まあ、来客の話っていうのをちょっともう一度復習しつつ、うんうん、まあ、ちょっとその調整の話とかね、うん、そういうのをしていきたいなと、はい、でゴルフ上手くなるためにはギアの知識もやっぱり大切じゃないですか。そうね、シットパンツいかん、これはさすがどうにもスライスが止まらんよって言ってる人も、はい、ほんのちょっとギアを調整するだけで収まってしまうかもしれないし、はい、そう、皆さんこんにちは、部長のキイです。ゆきです。お、久しぶりに見たこいつバラバラバラシャキーン。まあこれは何かというと、はい、最初の頃からね、はいはいはい、この動画を見てくださってる超スーパー初期でございます。皆さんはよくご存知かもしれません、半年くらい前ですよ。マブリゴルフね、始まって直後ぐらいのレッスン動画で、はいはい、じゃん、出た、フェイス面をの向きをチェックするアイテムですよ、はい、そう、かなり優秀です。そう、はい、アマゾンで何百円か売ってます。売ってました、はい、見ました。で今日はね、はい、まあ、来客の話っていうのをちょっともう一度復習しつつ、うんうん、まあ、ちょっとその調整の話とかね、うん、そういうのをしていきたいなと、はい、でゴルフ上手くなるためには、うん、もういろいろね、ドライバーの話でも言ってるんですけど、はい、ギアの知識もやっぱり大切じゃないですか。そうね、シットパンツいかん、これはさすがどうにもスライスが止まらんよって言ってる人も、はい、ほんのちょっとギアを調整するだけで収まってしまうかもしれないし、はい、まあ、逆に、ね、引っ掛けが止まらないって言ってる人も、はい、ちょっと調整するだけで治っちゃったりとかするっていうね、うんうん、そう、道具を使うスポーツやけん、はい、こればっかりはね、はい、でその中の一つの今日はもう来客の話です。はい、はい、じゃあ早速、はい、来客について話していきたいんですけれども、はい、ですね、まず来客って何かっていうと、ここのね、はい、もうちょっと近く行きますか、ここの角度、ここね、ここの角度なんですよ、はい、でこの来客って、うん、アイアンとかね、うん、まあ、ドライバーとかもそうなんだけど、クラブによってここの角度って実は微妙に違かったりするんです。そう、違うんです、はあ、で、はい、一般的に普通に市販で売られてるゴルフクラブあるじゃないですか、うん、っていうのを、まあ、じゃあ今アイアン持ってるんでアイアンで説明すると、うん、普通に自分が気持ちよく構えた時、うん、日本人の人がこうやって気持ちよく構えた時っていうのは、うん、短いクラブになればなるほど、うん、ここの先っちょ、トーって言いますけどね、クラブの先っちょが上にこうやって上がりやすくなります、うん、で外国人、うん、180センチ以上あるような背の高い人が構えると、これ地面にぴったりつけやすいんですけれども、はい、背が低い人が構えると、要はシャフトがね、うん、こういう風に斜めにカウントダウンにどん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 なってちゃうんですよ、背が低い人が構える。そう、そうすると先っちょが上がりやすくなる、うん、でこの先っちょが上がったり下がったりすることによってどんな影響が出るかっていうと、うん、はい、まあ、詳しくはね、前にそのこれ使って説明した来客の動画があるんで、はい、ちょっとそれをね、探してみてもらいたいなと思うんですが、レッスンシリーズをね、そう、レッスンシリーズの初期の再生リストをね、見てもらうと多分探しやすい、フェース面は左を向いているみたいなね、そう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 、サイトがついてるやつあると思う、そこ見てもらいたいんですけど、はい、これをつけると一目瞭然なんですが、はい、フェース面をね、目標方向にまっすぐ合わせて構えてたとしても、うん、実はハンドダウンになるとフェース面って
左向くんですよ。そうなんです。これね、実際にやってみてもらうとすごいよくわかる。びっくりする。上から見た時の衝撃よね。そう、自分ではこうやって構えててまっすぐ合わせてるわけ。そう、ずっとまっすぐのまんまなのにハンドダウンにしていくとフェースがすごく左を向いていく、はい、で逆にハンドアップで手元がこう浮いてくると右向きやすくなります。だからあの初心者の方って手元が浮いて当たりやすいので、うん、右に行きやすかったりするっていうのね、うん、まあ原因の一つになってるわけです、うん、で今度だんだんと慣れてきて、はい、結構いい感じにスイングできるようになってくると、はい、アイアンが左に引っかかるっていう風になってくるわけよ、うん、でその原因の一つはあの正しく当たってる、要は当てられるようになってるんだけど、そもそもフェース面がまっすぐ当ててるつもりで、うん、こういう風に左向いちゃってるんだよね、うん、で大体あのレッスンの時とかも、うん、そのあの来てくれてるね、はい、生徒さんにまっすぐ構えてくださいって合わせて、うん、でその後これピコってつけると、まあ、99% ほぼ全員が左向いてる。無念。そんなに左向いてるんですかっていうぐらい左向いてるんですよ、アイアン。だから左行くの当然ですよみたいな。それはしょうがない。でそれを防ぐためには、はい、こうねハンドダウンで左向いてたとしても、うん、ハンドファースト要は手元が前に出るとま、うん、っすぐ向いてくるわけよね。まあそれはまた変わってくる。結構こういう状態なんだけど、こうしていくと、うん、フェース面ってまっすぐ向いてくるわけ、うん、だからハンドファーストに当てていかないと、うん、左に引っかかるのは治んないですよとかね、そんなのを別の動画でしてますけど、うんうん、で今日はちょっと来角の調整の話、はいはい、ギアの話なんで、うん、あのアイアンの、まあ、種類にもよるんですけど、うん、まあ、軟鉄って構造とかね、うん、いろいろ構造が違うんですけど、軟鉄のアイアンだと、うん、来角って調整できるわけですよ、ね、そうそう、内角調整しますよとかね、公募書いてるの。そうで、これ左向いてるんであれば、これをちょっとこっち側に倒してもらえばいいわけですよね、うん、フラットにしてもらえば、うん、フェース面まっすぐ向くわけですよ、うん、自分が気持ちいいように構えた時に、うん、フェース面が左に向かなくなるわけです、はい、だから、来角調整するだけで引っ掛けが治っちゃったりとか、はい、するわけで、女子プロゴルファーに圧倒的に多いのは、はい、今言ったように、はい、この来角をこっち側に倒す、うん、フラットにしてるプロが多いです、うん、結構多いです、うん、なぜかっていうと、はい、身長が低いじゃないですか。そうでも女子プロってレディースのクラブなんて使わないですよね。そうなんです。メンズのクラブ使いますよね。そうするとおのずと普通に、市販で売ってるようなやつを使うと、うん、もう先っちょが上がっちゃうわけですよ。頭が上がって全部フェース左向いちゃって、相当ハンドファーストに当てていかないとま、うん、っすぐ飛ばないんですよ、うん、だから最初からそこで調整ですよね。ライカを調整してるっていう女子プロが結構います、はい、特に身長が、まあ、私なんか164から5ぐらいあるんで、うん、まだいいんですけど、160をもう切っちゃってる女子プロゴルファーとか、うん、まあ、女子プロを目指してる子たちだと、うん、もうライカ調整してる人がもうかなり多いかなと、うん、で実際にやっぱり挑戦してる方が打ちやすい、うん、圧倒的に打ちやすい、うん、だから基本の中でやっぱこう先っちょ上がっちゃってると、しっかり打ち込んでった時に引っかかるっていうのがすごいあるから、なんか思いっきり打てなくなっちゃうよね、やっぱり。そこに不安を感じてしまうからね。ハンドファーストハンドファーストってね、しっかりこう入れてこうってしてもやっぱり引っかかりやすいから、だからまあそんなね、なんだろう、大規模な修理をするみたいな話ではないので、ちょっと微調整、そう、調整してくれるよっていう工房さんが近くにあれば、ちゃちゃっと調整してもらえちゃうものなんで、そう、まあこれもね、ぜひね、左アイアン引っかかるよっていう方はやってもらうといいんじゃないかなと、はい、って思います。でもね、ほとんどね、アマチュアの方って、いやさすがにそこまではみたいな感じでね、クラブ、まあ、買い替えてもさ、正直買い替えるより安いけどさ、全然安いからね、内閣調整やった方が早いですよ、クラブ買い替えるより早いですよ。それでね、フィーリングとか打ちやすくなるやん、ね、一気に変わったりするからね。そうだから、アセット買おうと思ったらね結構なお金が動くんで、うん、それよりはちょっと調整してみた方が、そうですね、手取ればいいかなと。まあ、ちなみにこの
このこれウェッジなんですけど、はい、これ私実際に使ってるウェッジなんですけど、はい、これもちょっとだけ調整してます、はい、やっぱり、はい、ロフト角も調整してるし、うんうん、これまだ販売されてない、はい、某メーカーさんのプロトタイプ的な方をちょっと隠しておきますけれども、はい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 、のウェッジなんですけれども、はい、でそれの、まあ、今56度って書いてありますけど、はい、実際はもう58から9ぐらいの違いをもらってて、はい、結構調整してます。あ、なるほど。打ちやすいように、うん、やっぱり合わせて微調整したりとか、うん、ねてるんで、はい、ぜひいくらの方で、そうか、皆さんそのまま市販のものをそのまま使うっていうのもまあね、まあまあそれも一理ありますけど、思うんですけど、ぜひですねちょっとだけ勉強していただくと、はい、いろいろこう可能性が広がってくるので、はい、はい、ぜひ試してみてください。ぜひ試してください。そしてお気に入りの工房を見つけて、そのおっちゃんにうまく話をしてね。そうそうそう。あ、おっちゃんと早くの話、ね、仲良くなるとね、いろんな話できるからいいっすよ。いろいろね、あ、じゃあやってあげるよとか、そう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 、あ、じゃあ何個もやっときますかみたいなね、はい、なってくると思う。なってくる、楽。あのね、多くを語らなくてもね、おっちゃんやってくれるからすごい楽ですので、はい、ぜひやっていただきたいなと思います。私もお気に入りのおっちゃんいるんで、そのおっちゃんに全部やってもらおうかな。シャフト組み立てから全部お願いしますんで、はい、はい、ぜひですね、お気に入りの工房を見つけて、はい、そういう話もしながらちょっとアイアンを調整してもらえると劇的に変わる可能性めっちゃあるから、はいですね、ぜひやってみてください、はい、はい、それではまたですね、クラブのお話なんかもあると思いますので、次の動画お楽しみにしてください。またね。この辺映って